スタンディ・アラン・バンガンディは、アメリカ合衆国カリフォルニア州インディオ出身のバスケットボール指導者。NBA のデトロイト・ピストンズなどでヘッドコーチを務めた。ヒューストン・ドケッツの元ヘッドコーチ、ジェフ・バンガンディは実定。父ビル・バンガンディも大学でバスケットボールの指導者をしており、文字通りコーチの家系に育つ。バンガンディのコーチとしてのキャリアは、 バーモント大学で始まり、その後1995年まで各地のカレッジ、大学でコーチを務めた。1995年、NBA のマイアミヒートのアシスタントコーチに招かれ、2003年までパッド・ライリーを補佐した。2003年、ライリーを引き継ぎ、ヘッドコーチとなり、2005年まで務めた。2004年、2005年といずれもプレーオフ進出を果たし、2004年は、 ルーキーのドウェインウェイドの活躍でカンファレンスセミファイナルまで進んだがインディアナ・ペイサーズに惜しくも敗れた。2005年はシャキール・オニールを獲得しカンファレンスファイナルまで進んだがデトロイト・ピストンズに敗れた。マイアミヒートでは112勝73敗の成績を残した。2007年5月にペイサーズからリック・カーライルの公認ヘッドコーチにとオファーを受けたが断り、 オーランドマジックのヘッドコーチに就任した。2007から08シーズンは、ドワイト・ハワード、ジャミー・アネルソンコンビの活躍で52勝という、好成績でディビジョン優勝を果たし、第3シードでプレーオフに進んだ。ファーストラウンドでトロントラプターズを4から1で下したが、カンファレンスセミファイナルでデトロイト・ピストンズに1から4で敗れた。2008から09シーズンは、 主力の安定した活躍とコートニー・リーの新人らしからぬ働きで59勝23敗第3シードでレギュラーシーズンを終えプレーオフに進んだフィラデルフィアセブンティシクサーズボストンセルティックスクリーブランドキャバリアーズを次々と撃破し14年ぶりのカンファレンス優勝にチームを導いたしかし NBA ファイナルはパウガソルラの補強で強さを増した ロサンゼルスレーカーズに一勝しただけで敗れた。2009から10シーズンは、ビンスカーターを獲得し、3シーズン連続で50勝以上を挙げ、レギュラーシーズンを第2シード獲得で切り抜け、プレーオフに進んだ。シャーロット・ボブ・キャッツ、アトランタ・ホークスをスイープで退けたが、カンファレンスファイナルで、ボストン・セルティックスに敗れた。2010から11シーズンは、 4年連続50勝以上は挙げたが、度重なるトレードの失敗も響き、プレーオフは、ファーストラウンドで、アトランタホークスに敗れた。2011から12シーズンは、ロックアウトや、ハワードのトレード要求などに振り回され、低調な成績に終わり、プレーオフもファーストラウンドで敗退し、GM のオーティス・スミスと共に、解任された。マジックでの通算成績は、 259勝135敗であった。2014年5月14日、5年3500万ドルの契約でデトロイトピストンズのヘッドコーチ、球団社長への就任が決まり発表された。2020年10月21日、ニューオーリンズペリカンズのヘッドコーチとして5年間の契約に合意した。ありがとうございます。